っていうことですよ。ジャミ様ってこう走ってくるタイプですか？そうですね。これ乗せていいのかな。これいいですかね。いいんですかね。でもさ、みんな知ってるよね。いや、みんな知ってると思います。もうちゃんと、はい、まあ米翔の世代はさ、多分リアルタイムで見てないけど、俺は普通にリアルタイムで見てたから。はい、そう、胸に7つの傷を持つ男っていうこと。知ってるね。はい、じゃあ。コミックでも読んでください。わかりました。そう、はい、そう。コブはなんかあれだから究極奥義とかないんでね。あ、わかりました。あ、一時で言うなら究極奥義、奥義伝承しましょうか。はい。ひねれ。あ、わかりました。はい。伝承ひねれ。そう。わかりました。奥義伝承。奥義。わかりました。ひねる。そう。あ、いいですね、はい。はい。そういうことです。はい。わかりました。ドヤ顔でいいんじゃないの？ドヤ顔でいいですか？うん、ドヤ顔して。技術戦という戦いを経て、はい、少し注目度が上がって、はい、来年の抱負は何かありますか？そうですね、とりあえず今デコボコの順位なので種目によって。そうだね、ムラがあるよね、いいところとね、はい、本当上と下だもんね。そうですね、うん、なのでそれをちょっと鳴らして、はい、まあ、上に近づけていくってことはやっぱ伸びしろがあるってことなんで、いや多分 やればやった分だけ縮まっていくと思うんだよね、はい、だからそこはあのやっぱり自分の中でも仕事しながら忙しい部分もあると思うんだけど、やっぱりこう滑る機会、はい、で小回りを刻むとか、あ、コブを滑る、だからコブをさ、春なんかさ、コブ滑って小回りをうまくするっていうところも逆の、ね、発想であると思うので、はい、まあ、付き合えるところは付き合っていくし、はい、まあ、ガッサン行こうや。はい、ぜひお願いします。じゃあ来シーズンの全日本に向けてまたスタートを切れたというところで、はい、まあ、コブの練習も、まあ、充実したというところで、はい、米翔は上手くなったのか。そうですね、なってるんじゃないでしょうか。自信持てよ。はい、なってないとでも困ります。一応次回予告、上手くなって米翔なんだけど。終わったって言われるように気をつけます。はい、何のものまねですかそれ。これはザコキャラですね。北斗のザコキャラです。ああ、なるほど。っていう、はい、持ってるね。はい、終わったって言われないように。終わったっていうね。終わったって言われないように、これからだから、はい、これからだっていうところで、はい、まあ、頑張っていきましょうね。はい、ヨネショーラストラン、アタックフルアタック、足ビヨンしてる。
いかがでしたでしょうか。ちょっとなんですよ。ちょっとビヨンしてたね。まあでもあの日頃行かないちょっとこう縦めのさ、はい、ラインが多分ザブってたから、いつもはちょっと避けてるこうルートダイレクトに入ってきたと思うんで、はい、まああのね未経験のゾーンだと思うけど、そこも滑れるんだっていうところで、あの動きを勉強していけば、はい、遠回しももともといけるだろうから、浅いところとかハイラインとかローラインとか、はい、あとは本当ダイレクトにスキー縦に抜けていくとかいろいろできるようになると思うんで、まあいい練習できましたね。 OK だね、はい、お疲れでした。ラストラン、じゃあまた来年も研修しに来てください。はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあ こんな感じですね。お疲れ様でした。米田翔くんでした。はい、はい、Go to Bumps、はい、エピソード6、風化の後でしたけど、はい、早く進めてくれてありがとう。いえ、ありがとうございます、はい、面白かったです。じゃあこれでさよなら、さよなら、さよなら。